こんにちは、井田翔吾と申します。本の魅力や癒しの効果を伝える読書セラピストとして活動しています。また本を語る人とつながるテーマに札幌ゼロ読書会の主催をしています。今回紹介する本は浦野正彦さんの初段になるための将棋勉強法という役者書房というところから出版されている一冊になります。改めてですね、趣味として将棋をちょっと深めてやってみたいなと思って手に取った一冊になります。私は小学生の頃に将棋に出会いました。駒の動かし方を覚えたばかりの時に兄に勝負を挑んで、コテンパンに打ちのめされまして、その悔しさから火がつき、勉強をしました。その成果があってなのか、市の将棋大会では小学生の時に2回優勝をすることができました。一応初段の免状を持ってはいるものの、ブランクが長いので今は当然その実力はないなというふうには感じてます。なのでまた始めようと思ったところで、せっかくなら効率のよくいい勉強したいなといったところで、こちらの本を手に取りました。将棋に限らずだとは思うんですけども、やはり勉強というものは一朝一夕にどうこうなるというものではないので、やはり継続をして勉強するということが大切だと感じました。まずは将棋そのものを楽しむということを、最大限忘れずに、詰将棋ですね、パズルのようなものですね、とあとはウェブ対局をベースに、気力アップに図ろうかなというふうに思っております。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次回もお待ちしております。井田翔吾でした。